そうグリーリッシュ、だから突破力分かりやすくさ、ギュンギュンみたいなのないからインサイドハーフと思うじゃん。このね、インサイドハークって状況によっていろんなポジション取るじゃん。ボランチの横、アンカーの横行ったり、フォアドになったり、ウィングのさ、後ろ流れたりとか、なんらウィングになったりとか、とかサイドバックの位置も行くじゃん、サイドバックからやって。この今どこ力みたいなのが高くないのよ。だから不器用なの。グリーリッシュは。 この今、どこ力みたいなのって、方でもそんな高くなかったんだけど、どんどん上がってきて、だから中央任されるようになったみたいな。現状だとイング,あのグリーリッシュはやっぱ左ウィング専用なんですよね。そう、ゆくゆくインサイドハーフもね、できるようになりたいってね、そう思ってると思いますよ。特に中央の方が人気だからな、サッカーは。おバもゆくゆくは中央やりたいのかな。ね、カントリーグとかね。 JFL とか行く時にねおばがねボランチとかやってるのかもね性格変わったりとかしてるかもしんないからなビジネスやったりとかそう、おばはねドリブルの YouTube 見てね人間の価値はドリブルで決まるっていうね、まあ、おばはそんなこと言ってないですけど僕は僕と川沢んはおばはそう思ってるんじゃないかっていう説がねドリブルうまい体験入団の選手来るといっぱい話しかけてる 今どこ力高いのは、まあ、遠藤もそうだけど、森田ですね。森田と久保建英だね。今度、今どこ力高いの。ああ、と思とまあ富安。でマジで、富安アンカーめちゃくちゃ機能しそうだよね。てか、富安の弱点が何も見えなくなるっていう。アンカーの方がさ、あの、無理して最前線にも絡んでいかなくていいじゃん。ケインもドリブした。 ケイはドリブルいいな。<laughs> ただ選手が来て、それを監督が褒めてる配信、斬新すぎるでしょ。ケイの左ウィングは当たってるな。明日も頼むよ。ケイが縦突破できる選手はよかったわ。ほんと、ドキュメンタリーでもやっぱ。これでまたポジション争いが熾烈になるからね。鍋は中央もサイドもで。ね、ケイはサイドとフォーアードウトで。ね 今は両馬争いだけどみたいな。敬意 <laughs> が左で突破できなくてただクロス待つだけのタイプだったらまた大変だったろうかな、シュワーバとしては。あっ、あれですね、あの、シュワー、レオザ学園入っていただくとフルで見れますけどあの、トリーグの規則で3分しか表にはハイライト映像でしか出せないんで、3分だけですね。こういうビジネスやりたいわけじゃないんで、普通に。非公開コミュニティで、 あの分析として見るんだったらいいってことなんで寺田学園もしフルで見たい方はご加入くださいこれそうトリーグねそういう地獄の規則がありますねなんかその一応その権利持ってる団体があって東京都のなんかそのメディアの。 でもそこが別に放映とかしてるわけではないっていう。放映しないんだけど、放映させないみたいな <laughs> うう。いつから改正されないのかね。だからもう、まあ、カントリーが上がったらな、公式戦来るで、あれてきたりもするからな。だから生配信だったらしていいんだよね。ただ、配信環境は整えられないから、生配信で。でも、アーカイブは残せないという不思議なね。 <laughs> 見ながららアップして怒られたんだいやでもいろんな監督さんいますからねドンマイって感じですでそういう価値観の人の組織にいるからその人の価値観に従わないといけないんですよその組織にいる以上他の件だとなかったですよねまああるところ、まあ、全部調べてるわけじゃないですけどねいやなんかねあの誰にどう通してどう変えるかそのエネルギーが誰が持ってんだとか カロリーにその人たち的には見合わないじゃんだ。別にだってトリーグの新規参入が増えたところで自分たちのお金がこんぐらい増えるとかないからね。ら俺らみたいなのが来る方が異質ですから俺らが、まあ、なんなら勝手に飛び込んでるぐらいに思われるというか。そうだから誰にどう言ってどう変えればいいかもう中の人も分かってないと思いますね、多分。なんなら普通に話し合ったら全員がそうですよねってなる可能性あるって最近思ってます。 そうだよねこのルール絶対おかしいよねみたいなあとはなんか大学のグラウンドだとその研究施設併設してるから撮影しちゃいけないみたいなそれはそこで学べば学べっていうか守ればいいじゃんマジでその権利ある人たちっていうかうんなんかそのねアマチュアリーグだったらいいけどさ J リーグにつながってるリーグだからさトリーグってってなるとねその肖像権側とかいう側がおかしいというか、うん 改革してる間にカントリーが上が上そうだといいねだからもうこっからね練習場作ってアカデミー作ってスタジアム作ってみたいになりますからねそこまでちゃんとできるんでしょうかねレオザト分析は試合映像をねズームでやってるんで別に youtube とかに残してないんであの共有して見れるんですよねでそれを過去のアーカイブは全部 g ーグルホームじゃな何だっけ Google のあれで残してるっていう感じでで Y スカウトもそういう非公開コミュニティで 自分たちのの議論で使うのは全然いいって言ってくれて言くレオダード分析とか集休学とかここだけの話とか全部月額1480円ですよ全部これですおっ翔太来た翔太タ来てくれるからな集休学でトレーニングメニューを紹介してないですねただ先週の集休学で新しい戦術シュアボでやるやつを説明してそれでこういうプランでいきますみたいな で、それに向けた練習みたいなのを、レオザ学園では見れるようになってて、最新試合っていうところのスラックの中で。で、今日はその試合をやってきて、で、それを火曜日の観戦会でみんなで見て、で、木曜日、じゃあ、えー、その先週提案した授業で提案した戦術が今週どういう風になったのか、みたいなのを、僕の解説付きの授業というか、僕が授業をまた作って説明するんで。なんで、それの中で練習メニュー紹介ありますけど、練習メニューってメニューだけを知っても意味ないんですよ。 あの、目的が必要なんで、それこそウエストハムがやりたいサッカーとアーセナルがやりたいサッカーで練習メニューって違うじゃないですか。でもどっちの練習メニューが良い,い悪いの話じゃないっていうか、良い悪いもあんだけど、正直良い,い悪いより大事なテーマがあるでしょそこに。これが結構ね、なんかこう、練習メニュー自体が、まあ、なんかそういう聞かれる人でて、今言ってくれた人がそうって意味じゃないんだけど、結構練習メニュー自体を知ろうとして手段が目的になっちゃうっていう。練習メニューって結局伸ばしたい能力のための過程なんで、 あと、試合後の練習は常にもうずっと公開してるんで、いつでも見に来てもらえればって感じですね。だから今週、木曜日にやった週休学区から金曜、まあ水曜からその練習やってるんだけど、水金で僕がどういう風に落とし込んで、で、今日の試合でどういう風に出て、で、それをね、来週でこういう風な結果になって、ここが改善点でこうですね、みたいなのは、相当今週のレオザ学院はコンテンツ詰まってると思いますね、そういうアカデミックに。 だけどそれだけじゃなくてこういう風に超ゴシップな回もあるんで今週おもろいっすよ今週のここだけの話マジで世間が知りたがってる話題の話なんでこれ以上は言えないけどあ今週っていうかまあ来週かな、まあ、今週のっていうかまあここだけの話が面白くなかった日はないんすけどね実際僕が学園生だったらあっちの方楽しみにするかもしれないです レオザフットボール学校とかにしてないのは緩い人もオッケーって意味だからね別にゴシップだけ聞きたい人とか僕の、ね、トークだけ聞きたい人が来てもいい私レオザフットボールが監督を務めるシュアボ東京では毎週水曜金曜19時間の練習でセレクションを開催しております場所は都内近郊シュアボ東京で25万人以上に見られながら報酬をもらって本気でサッカーしませんか 多くの関係者が見るチャンネルですし、シュアボから JD が輩出を目指す僕らとしては、ステップアップも大関係です。概要欄の URL らのご応募お待ちしております。